こんにちは、大島です。今回は値段設定の微妙な調節ということについて、お話しさせていただきたいと思います。それでは、メルカリではですね、値段設定があると思うんですけども、ただですね、自分の利益を上乗せする、自分の利益プラスアルファ、そうか、仕入れ送料を配送送料で計算すると思うんですけども、そのままですね、ずっと単純にそれだけでも全然いいんですけども、そのさらに、お客様が買いやすい値段にしてあげると、まあ、利益が少し減ってしまったとしても、お客様に買ってもらうということが一番大事ですので、まあ、僕らがやっているのはですね、無在庫転売ですので、リスクがない分、量が売れればいいんですね。例えば1000円の利益が出るものであったとしても売れないよりは800円で売れた方がいいわけですね。ただ、スマホポチポチやるだけで、利益になるものなので、はい、なのでですね、1000円でも800円でも売れた方がいいっていうわけですね、はい、なのでその辺の微妙な調整ですね、をどういうふうにしていくのかという部分になります。例えば、例を一度挙げますね。1000円の商品に、仕入れ送料、発送送料、で、利益利益分を1000円としてちょうど3000円ですね。で、この3000円ということが値段設定の大きな要因です。で、通常ここで3000円と出たらですね、例えば メルカリで出品するときに3000円で出品するよりも2980円とか、こういうふうにですね、出品した方がいいですよと、まあこれ結論、これですね。よくネットショップとか、ネットショップに限らずですね、普通の商品っていうのは3000円では売ってないですよね。ほぼ3000円だとしても2980円とかになっているはずです。なんかそのちょっとこの細かいことは一回抜きにしてですよ、メルカリでは基本的に3000円ってなったら、プラス、10% マイナスになるのでとか、まあ、それを一回抜きにした場合ですね、はい、例えばそれともう一つ、3300円表示価格ですよ。これは表示価格3300円になったとしましょう。でも3300円だとちょっと高いように見えるなと思ったら2980円にするとか、まあこれと同じですけどね、これはそんなに損しませんけども、これでもこれしちゃっても全然いいと思います。それはさっき言いましたけども、なぜかというと3300円って書いてある、3300円って書いてあるよりも2980円の方が安く見えると思いませんかっていう話です。まあもう一個例出しておきますと、4150円と3980円、さ
どっちがパッと見た時に、買いやすいかっていう話ですね。利益は、こっちが、320円、本来であれば、1000円の利益が取れるのにもかかわらず、320円マイナスなので、680円の利益しか取れませんと、取れなくなってしまう。こっちは、本来ならば1000円の利益、まあ、4150円で1000円の利益なので、こうマイナスですね、170円で、1000円なので830円、はい、本来ならば1000円儲かるのに830円、本来ならば1000円儲かるなのに830円になってしまうと。ただで、ただなぜこれをやった方がいいのかというのは、やらずに3300円で出品して買われないよりも680円だけの利益だけど買われる方がいいわけですね。本来の転売とかであれば、そもそも仕入れ送料があったりとか、してですね、在庫が残るか残らないかみたいなところも少し出てくるので、なかなかですねこういうところは、簡単にはできません。ただ、僕らみたいに、リスクがなく、出品できる、そして数をどんどん売りたい、いう、ビジネススキームですので、こっちよりもこっち、こっちよりもこっちで、こっちの数を増やしていくという方がいいですよと、いうことになります。もちろん、利益をちゃんと取りたいという方もは、全然、このままでも構いませんけども、まあ、こういうふうにですね、安く思わせるというのも一つの技術ですので、ぜひですね、これもやってみていただきたいなと思います。はい、それでは、今回は、値段設定の微妙な調節ということについてお話しさせていただきました。今回も動画を見ていただいて、ありがとうございました。